武蔵大遺跡は、東京都府中市武蔵大二丁目にある後期級、石器時代、縄文時代、奈良時代、平安時代の遺跡。現在は、遺跡公園として整備されている武蔵大東遺跡とは、別の遺跡である。府中市域の最北西端かつ、最高標高地近く、国分寺段階の上面大地にある武蔵大の、雑木林に覆われた自然の多い場所に位置する。 東京都立府中病院の建設にあたって1979年に事前調査を行ったのが最初の発掘調査で1981年から1982年にかけての第二次調査では都内最古級の石器が出土したその後も発掘調査は断続的に行われ2003年から2007年にかけて東京都埋蔵文化財センターによって調査されたのが 最後である。旧石器時代の石器は約2万7000点が出土した。武蔵国分寺跡関連遺跡、玉蘭坂遺跡からの出土物と合わせると約4万点に達しており、南関東地方で最大級である。郷土の森博物館に一部が展示されている。縄文時代早期、中期の土器の一部も早期集落の復元ジオラマと共に、 郷土の森博物館に展示されている。ありがとうございます。